食肉鍵虐殺事件2、期待して見に行ったのに全然面白くないじゃない。というわけで、今朝公開されてもう息を揚々とね見に行ったこのミートホックまさか2なんですけど、みんなどう思った？なんか予算ばっかかかってるだけで全然中身ないと思ったんだけど、私だけかしら？あとなんか吹き替えも芸能人だったし、なんか本当にね、なんかいい感じでちゃんと滑っててよかったわ。そう、あのね、まあ映画の続編ってまあクソなのが多いっていうか、なんかホラーのね続編でマジでクソなの多いのよね。だからね、そういう意図を込めてのなんかダメな感じに仕上がってるんじゃないかな。はい、というわけでね、まあ一世を風靡したあの激強カード食肉鍵虐殺事件が帰ってきたわけなんですけど、まあタイトルがねそのまんまザ・ミートホックマサカー2っていうカードゲームのね、そのあのリメイクカードとは思えないタイトルがねもうたまらないですね。まあ一応今回このホラー映画をねテーマにしてる次元ということで、まあ、映画のタイトルっぽくしてるんだけど、この直球なのがたまんないね。で、これの日本語版が、続食肉鍵虐殺事件っていうので、あえてさ、この2じゃないのとかも、まあいいよな。なんかあの、資料の腹渡もあれ2が続だったりするから、だからまあそういうので、あえてまあ続にしたんだと思うよ。というわけで今日のカード紹介、まず1枚目、やっぱりこのカードですね。続食肉鍵虐殺事件。もうとにかくタイトルが面白いよな。なんだよ、続っていう。まあそれをすんなり受け入れられてる俺らも、なんかこのマジックの世界観にね、ちゃんとずっぽしハマってるなっていうので、なんかこういうおふざけがまかり通ってるのは、まあ、このユニバースが成功してるあの証拠だと思うわ。まあ前作その食肉鍵虐殺事件は、イニストラード、真夜中の狩りであってるかな、真夜中の狩りの、まあ、神話レアで、まあ、大ヒットしましたね。もう大ヒットして、もうあのスタンダードではあの上映中止にまでね、陥ったカードだったんで、まあ覚えてる方も多いと思いますが、まああの単刀直入に前作は激強カードだった。その全除去と、まああのクリーチャー志望のその奴隷みたいなのが、まあ一体化されてたんで、そうね、なんかそんなカード今までなかったもんな。あのコスト帯でその全除去内蔵しながら、まあライフ詰めることもできるっていうね、まあかなり摩訶不思議な激強カードだったんで、多分今でもパイオニアとかだったら全然居場所あるし、あとまあコマンダーとかでもね、まああのその無限コンボとかの、その誘発装置とかにもなるんで、まあそういう意味で多分今後もあのみんなの記憶に残り続けるカードだと思うけど、この族はすげえすぐ忘れそう。なんだこれ、まあとにかくなんかあの重くなって派手になって、結果微妙みたいな。そんな感じじゃないかな。なんか前作ね、すごい低予算カードで良かったんだけどね。なんか今回予算だけぶっこんで。なんでもダブル X だからな。ダブル X。全部が2倍。すべてが2倍になりました。続食肉鍵虐殺事件。まあ効果説明すると、まあ黒黒 XX で、で戦場出た時に、前はマイナス X だったけど、全員が X 対クリーチャー作りなんだよね。で、俺はクリーチャー死亡するたびに3点ライフ支払うと、あのそのクリーチャーを最終カウンター乗った状態で戦場を戻せると。だからまあ全状況だけど、まあ自分のクリーチャーを戻すことができると。で、対戦相手のクリーチャーが死亡するたびに3点ライフ支払うと、しかもあれか、対戦相手ができるのか。そのプレイヤー3点ライフ支払ってもよい。で、そうしないならば、あ、なるほどね、俺の戦場に来ると。まあだから相手のクリーチャー死亡には相手がライフを払わないと、こっちの戦場に来ちゃうよっていうので、まあ前とはもうほんと全然違うカードになっちゃいましたね。まあでもどうだろうな。その、サクリだからさ、別にこんだけマナ払える頃にはさ、ある程度クリーチャーとかも並んでるだろうから、なんかいらないクリーチャーだけサクられて、で、それがまあ戦場を、あわよくは出るし、あわよくなかったら出ねえっていう、なんかわけわかんないカードに仕上がってるな。まあ、ただこのカードって、その XX 払わないで、普通に4マナで戦場だけ置いておいて、まあ、除去打つたんびだとか、その戦闘のたんびとかに、まあ、これ誘発させるっていう使い方も悪くないから、だからその除去カードとして使わないで、な、そのまま出すみたいなのは、ありなんじゃないかな。普通にその作り要求するときって、6マナ払わなきゃいけないし、そのときってなんか俺のクリーチャーも死んでるから、そう考えるとね、なんか4マナ置きして、その後の戦闘とかで、駆使するのが、いいんじゃないかな。わかんねえな、これ。どうすんだろうな。なんか派手すぎるけど、そう、自分のさ、クリーチャーもさ、なぜかこの X 作りの中に入ってるわけでしょ。これだったら別に俺のクリーチャー死ななくていいだろうと思うけど、まあ、わからないな。強いか弱いかわかんない。まあ、ただ、前作の方が強かっただろうなってことだけは、確かだと思うな。まあ、3点ライフ支払えばね、別に何事も起きないから、意外と問題ないんじゃないかな。ただ、自分のクリーチャー死んだ時に3点ライフで戻ってくるっていう、そのギミックは、まあ、結構強いんで、まあ、相手のクリーチャー戻ってくるかどうかは、まあ、基本的に3点ライフ支払われて、なんか、エースリオスみたいな、なんか、微妙な空気になるだけだと思うから、自分のクリーチャー死亡の方に価値を見出せるか、どうかなんじゃないかな。なんかもう、なんかでも俺こういう感じでよかったよ。だからこれ、あとこれ、じゃあさ、ザ・ミートホックマサカー3が出たらさ、
6マナ XXX になるのかな、なんか3倍になっていくみたいな、そんな感じなのかな。あと今回さ、イニストラード真夜中の狩りがスタン落ちしたから、これ族が出るんだとしたら、このダスクモンがスタン落ちする頃にあのミートオークマサカ3出たりするのかな。なんかね、この路線俺めっちゃ好きだな。なんか俺こういう悪ふざけを、そのなんかユーザー側がさ、温かく見守って、あの公式がもっとふざけられるみたいな、なんかそういう感じにしていきたいよね。なんかその公式のおふざけに対してさ、はつまんなみたいなさ、そういうあの反応しちゃうと、なんかやりたくてもやれなくなっちゃうだろうから、そうね、なんかあのザ・ミートホックマサカビギニングとかさ、なんかいろいろやってってほしいよな。ザ・ミートホックマサカバーサスサメ台風とかさ、サメ人間みたいな、なんかいろいろ、うん、なんかやっていってほしいかな。で、構築リミテッド別の評価だけど、ま、さすがにこんだけ豪快な能力だから、リミテッド強そうかなとも思ったけど、黒詳しいんでしょ？詳しいんってほんと出ないからね。二色デッキでも、詳しいん出ないから、だからリミテも使いづらいんじゃないかな。で、構築においても、まあ、やっぱりその、最安でもさ、4マナ目に、ただ置くっていうだけだから、そうだね。まあでも4マナで置いてなんかベリアナのマイナスとか合わせて使えたら、でもそれやったところでなんだよな。別に3点支払われて終わりだから。やっぱり自分のクリーチャー志望の方にしか、あんま使い道ないんじゃないかな。まあ自分のクリーチャーさ、能動的に3点ライフペイだけで返ってくるっていうのは強いんで、そこなんじゃないかな。まあリミテッド、まあ、かなり取らないでしょ。うん。あ、でも今回なんかあの2色土地がレアとコモンにあるから、まあそう考えたらまあ強いか。そうね、多分黒詳しい、普段よりかははるかに出やすそうな感じがするんで、まあリミテが4で、まあ構築が3ぐらいじゃないかな。多分純粋に強いってことはないと思う。なんか前作の食肉鍵みたいなあのロングランはないと思う。逆にあれロングランしてないんだけどな、途中で途中であの上映中止になってるから。そうだね、まあこいつは多分あのロングランっていうか、ちゃんと、うん、上映期間中上映できると思うよ。で、この、まあ、食肉鍵虐殺事件なんですけど、まあ、一応元ネタが悪魔の生贄っていう映画なんですよね。で、俺ホラーあんま見ないけど、悪魔の生贄はね、見たから、結構ね、なんか喋れるというか、なんか思い入れあるんですよね。そう、あのね、悪魔の生贄って、まあ、そのレザーフェイスっていうさ、まあ、チェーンソーを持った殺人鬼が出てくる映画なんだけど、あのね、グロいシーン、実は一個もないんじゃないかな。そう、なんかチェーンソーで人がやられるところとかもさ、そう、チェーンソーで人がやられるってもうどんな肉塊が出来上がるんだと思って見る人もいるかもしれないけど、なんかあの、顔アップでこっからブシャーみたいなのとか、あとそのまあミートホック、まあこのカードにもあるようなそのミートホックにまあ女性が吊るされるシーンとかも、まあその、背中は出てこないからさ、こうやってあの、引っ掛けられててギャーって言ってるから刺さってんだろうなって俺らが思うだけで、別にワンチャンスのなんかブラの紐がなんかに引っ掛けられてるだけかもしれないから、だからね、悪魔の生贄、俺が最初に見たときに、え、めっちゃ見やすと思って、なんかあの時代ってさ、やっぱホラーっつったらさ、なんかあの、なんか今からみんなに肉塊を見せますみたいなさ、あの、多いじゃん。だから、なんかそういう中で、あれこんな優しい作りなんだと思って、すごいなんかね、あの、なんだろう、アサリの味噌汁みたいな感じで楽しめたの。うわ、あったけーと思って。まあ、そこまでじゃないけど、ただね、俺の記憶してる限りだと、なんか、うわ、怖えとか、あんまなかったな。なんか、どっちかっていうと、テキサスの、まあ、ど田舎を舞台に、なんかその、我々が、あの、普段住んでいる、なんか、文明社会から外れた場所では、別にテキサスがそんな、あの、文明から外れてるとは言わないけど、なんか、あの、その、大学生たちがさ、バケーションかなんかで、あの、旅してて、で、迷い込んだら、もう、我々が知らない、世界でっていうので、なんかやっぱあの、まあ、アメリカのデカさならではの、自分たちが住んでるところから外れたらもうそこは異世界なんだみたいな、なんかあの恐怖なんじゃないかな。あれ多分日本人あんまりわかんないんじゃないかな。日本な、交流の村とかが近いのかもしれないな。なんかその、同じ日本なのにこんなことがあるんだ。あの、別に異世界に行ったわけじゃないのにこんな怖いことがあるんだみたいな、なんかそういう系の怖さ、の映画だから、なんかグロとかではないんだよな。そう、だから一番最初になんかヒッチハイクしてる男を乗っけて、で、そのヒッチハイクしてる男が、なんか突然自分の手切って笑い出してみたいので、なんかおかしなやつだっていうのから、この辺一帯はおかしいぞみたいな、あの、なんかそういう系の映画なんで、普通に見やすくておもろい悪魔の生贄に。そうですね。だからぜひ皆さんもあの、見てみてください。どこで見れんだろうな。なんかあのソフトとかも全然売ってる気配ない気がするんだけど。
まあ、わかんない。探せばあると思うんで、ぜひちょっと見てみてください。少なくともそんなグロくはないと思う。てか、全年齢いけるんちゃうかな。わかんない。俺がなんか、グロシーンカット版を見たのかもしれないけど、俺の記憶にある限りは全然グロくはなかった。むしろその世界観に吸い込まれた。なんかこの後どうなるんだろうな、みたいなので。まあ、というわけで、ザ・ミート・ホック・マサカー2、上映は9月27日なんで、そう、気になった方は、ぜひ、ダスクモン戦慄の館のパック買ってみてください。飛び出すかもしれないですね。まあ、なんか、カルト的な人気を得られるかもしれない。うん、で、次のカード。で、次はあれだね、スペシャルゲストのカードが公開されてたから、まあ、それ語っていくか。で、スペシャルゲストは、まあ、ザリスト。てか、ザリストって亡くなったんだっけ？多分、ザリストって亡くなったんだよな。まあ、そのスタンダードでは使えないんだけど、まあ、一応その過去セットのカードを、こういうボーダーレス仕様にして、まあ、収録するっていうので、まあ、なんか面白い試みで、ワンボックス買うと大体2枚、3枚ぐらい出るのかな。まあ、そうね、2枚、3枚ぐらい出る感じの、まあ、ボーナスカードでございますね。で、まあ、中にはね、かなりその待望の再録だったりするカードもあるんで、ものによってはね、まあ、その、めちゃめちゃ値段するやつとかもあるわけなのよ。まあ、例えば、イクサランの、まあ、マナクリプトとかはさ、あれ多分2万円とかはすると思うから、だから物によってはとんでもないの飛び出すんだけど、まあ、今回はどうでしょう。まず1枚目が神聖なる憑依でございますね。神聖なる憑依もイニストラードの、シンクのちぎりのカードなんで、まあ、割かし最近のカードだけど、まあ、スタンダードとかで、まあ、後半一世を風靡したんかな。そのエンチャント7個以上ある限り、クリーチャー全体飛行警戒与えると。で、エンチャント唱えるたんびにトークン出てくるっていうので、まあ、そうね、まあ、これがすごい噛み合ってるから、まあ、これ置いてエンチャント唱えまくったら、まあ、条件達成できて、まあ、フィニッシャーになるみたいな、まあ、そういうカードでございます。で、次が魂の管理人でございますね。まあ、有名デッキソウルシスターズっていうさ、回復しまくって、セラの後遺層とかを強くするタイプのデッキで、まあ、よく採用されてるカードで、まあ、1マナ1、1でクリーチャー出るたんびに1点ゲインなんだけど、これ対戦相手のクリーチャーでもいいから、だからここが強いんだよね。だからまあこれとかをさ、2、3体並べたら、まあ相手クリーチャー出すだけでもさ、ゲインしてくし、まあこっちクリーチャー出してもゲインするっていうので、まあ回復しまくってもダメージレースをぶっ壊しまくって、まあそのゲインのたんびにまあ強い誘発する、まあアジャニーの群れ仲間だとかさ、もう今アジャニーの群れ仲間も上位互換いっぱいまくるから採用ないと思うけど、まあ群れ仲間とかそのセラの後遺層とか使って、まあ戦うモダン以下のデッキ。でまあそうですね、まあ使えるのはモダン以下だから、まあ、スタンパイオニアでは使えないけど、まあ、今回パックから引き当てることによって、まあ、リミテッドで使うことができますと。で、次が召し上げ。召し上げね、かなり待望の再録なんじゃないかな。コンスピラシー2で収録された、まあ、激強スペルで、9マナなんだけど、これ道義って言って、各プレイヤーが投票するのよ。で、その、投票の、結果においてその効果が変わるんだけど、時か金どっちかに投票するんだよね。で、時1票につき、追加の1ターンを行えると。で、金1票につき、金を投票したプレイヤーのパーマネントのコントロール得られるっていうので、もう多人数戦で放ったら、もう最後、バクアドでございます。4人対戦とかで、これがカウンターされずに通れば、そうですね、みんなが何を選んでも、もう結構敗北必須みたいな、そういう状態になるんじゃないかな。で、これ時選ぶかね、金選ぶかね、結構そのプレイヤーの戦場によって変わるから、うん、なんか効果だいぶ、その時その時に変わるけど、やっぱり自分がコントロールしてるパーマネントで、すごい重要なものがあったら、まあ、追加ターン得られたくないけど、時って言うからな。で、その結果、時大量に得られて、追加ターン連続で、まあ、負けるみたいなのが、まあ、あるカードですね。まあ、一応、神話レアで、まあ、コンスピラシー2ぐらいにしか収録されなかったかな。あと、まあ、ザリストに入ってたぐらいなんで、まあ、なかなかないカードです。で、次が幻影の像ですね。もう最近見ることなくなったけど、まあ、これも激強カードです。2マナでクローンなんだけど、その代わり呪文能力のターゲットになったら死んじゃうのよね。だから、クローンよりも2マナ軽く運用できるんだけど、もうなんか触りに行ったら死ぬっていうので、まあ、ここのもろさがね、すごい残念なカードなんだけど、まあ、一番最初に活躍したのはあれかな、その太陽のタイタンで幻影の像釣ってくると、幻影の像が太陽のタイタンになるから、で、それで墓地の幻影の像の数だけ太陽のタイタンが生まれて、まあ、それなんか通称太陽剣とか呼ばれてたのかな。太陽剣なんかもっと前からあったと思うけど、まあ何かを釣ってくることなんか太陽剣と呼んでた気がする。で、まあこの幻影の像、あと他に使い道何かあったかな。まあモダンでそのマンホークとかでも使ったかな。まあマンホークって2マナで霊気の薬瓶を止める関係上、この幻影の像もその2マナで出てくるから、まあこれでアトランティスの王だとか、真珠三つ股をこの達人とかコピーすることができるんで、で別にマンホークなんか、別にもうロードだったら何でもいいから、だ幻影の像も事実上の、ロードっていうので、なんか、真似取り的な感じで、
使えますね。てかマネトリとかあの幻影像のなんか使い方結構似てるような。で次が滅びですね。で滅びもね、なんだかんだで回避かないっていうか、まあ上位互換は存在してないカードなんで、まあ割かしありがたい再録なんじゃないかな。なんか今回のこの滅びのイラストがあのなんかサイレントヒルのアート描いてる人とかでかなり有名な方っぽいので、まあその作品のファンの人とかはね、なんか食いつきたくなるようなそんなデザインなんじゃないでしょうか。なんか俺知らなくても普通にかっこいいからね、この滅びいいなと思いました。で次が生贄ですね。サクリファイスでございます。で生贄はね、多分初めて日本語版になったんじゃないかな。なんかアラビアンナイトかなんかのなんか昔のカードだよね。1マナでクリーチャーサクって、でサクったクリーチャーのマナ分なんかあの黒マナが得られるっていうので、まあでかいクリーチャーサクって、まあマナ大量に出せるっていう、まあそういう暗黒の儀式でございますね。まあなんかコマンダーとかで、まあマナ一気にわって出すとき用に使えるのに加えて、あとインスタントだから、まあ除去向いたクリーチャーとかを無駄なく黒マナに変えたりはできるんで、まあなんか意外と使い道あるのかもしれない。まあ割かし極端なカード。で次が狂乱の呪詛でございます。狂乱の呪詛はね、一時期なんかレガシーかなんかで結構強いカードになってたっぽくて、なんか最近は名前聞かないけど、なんかね、一時期は本当に狂乱の呪詛めっちゃ強いっていうので、なんかレガシーのデッキでよく採用されてた記憶があるけど、どうなんだろう。まあかなりなんか変なカードで、3マナの呪いで、で、呪われてるプレイヤーが、クリーチャー以外の呪文となるたびに6面ダイス振るんだよね。で、出た目の分だけダメージっていうので、だからポンダーとか打って6出たら6点食らうのよ。で、めっちゃ極端なんだけど、あの、その6点食らった後に、ランダムに対戦相手1人に貼り付けるっていうので、でも俺は選ばれないんだよね。だから怠慢だったらもう永久にそのプレイヤーにはっついてるっていう。まあそういうのが狂乱の呪詛ですね。だからもう貼られたが最後もあの、スペル唱えられなくなるも道義だね。だってスペル唱えるたびにダイス打ってたらさ、だって運悪かったら6、2回とか出たら死ぬわけじゃん。すごいよな。いやマジで極端なカードですね。なんか疲れてないのかな最近は。で次、邪悪な熱気でございますね。アンホーリーヒート。まあすごいあの、モダンで。一時期活躍しましたね、こいつも。最近見なくなったな。なんでだろうな。まあ、1マナで、まあ、2点火力なんだけど、紅葉達成してると6点なのよ。で、6ってね、もう今はわかんないけど、まあ、昔そのモダンであの流行ってた時は、6点で死なないクリーチャーがいなかったから、まあ、何でも殺せるカードっていうので、めちゃめちゃ強かったですね。最近はどうだろうな。なんかあの、1マナのエネルギー稲妻さ、強すぎて、なんかあれをさ、全然関係ないデッキとかもそのうち取りそうな気配すらあるような。まあ、邪悪な熱気も最近はちょっとあんま見てないという記憶しかないかな。で、次が集合した中隊ですね。まあ、これまた有名な緑のスペルで。4マナでライブラリートップ6枚見て、3マナ以下のクリーチャーが2体出てくるっていう。なんかコンボするデッキでも強いし、まあ、普通にミッドレンジとかでも強いし、まあ、スピリットとかもこれを使うためだけにバントカラーにしてるから、そうね、アゾリウススピリットが緑足してるのはもうほんとこのカードのためだけだから、まあそうだね、アーキタイプが1個のカードを使うためだけに色を足すっていうのは、まあよっぽど強いカードっていうので、まあ今後もパイオニア以下で活躍していくカードなんじゃないかな。ちなみに6枚めくって、平然と1枚もないっていうことね、よくあるからね。あれ不思議なもんだよな。まあ特にスピリットとかだったら多少スペル入ってるから、6枚見て、もうスペルと土地しかなかったですみたいな展開はね、よくあって、そういう時ね、確認したくなるよな。なんかかわいそうだからさ、あるんじゃないのって一緒に探してあげたくなるよね。中隊外すのを見ると、さすがに俺も一緒に探してあげようってなるから、まあ、別に、見れないんだけど、まあ見たところにないのはないんだけど、中隊さ、外したらさ、いや、あるでしょってなるよね。気持ちわかると思う。で、最後が有毒の蘇生でございます。有毒の蘇生なかなかありがたい再録なんじゃないかな。まあ、ファイマナのカードだから、多分なんかコマンダーデッキぐらいしかないんじゃないかな、再録あったとしても。まあ、1マナファイマナのカードで、墓地にあるカード1枚をライブラリートップに乗っけられるっていうので、そうですね。まあ、これカードなんでもいいから、実はめちゃめちゃ強いね。最近緑のカードって墓地回収できるのさ、もうほぼパーマネントに固定してきたけど、なんか昔の名残なのか、まあ、スペルとかもいけるから、なんかコマンダーとかでも、なんかコンボ行く前に墓地から何か拾ってきたりだとか、あとま、普通に強いカード1枚拾ってきたりがエンド前にできるんで、まあ、めっちゃ強いカード。しかも、まあ、まあ、コマンダーでは、無理だけど、なんかその緑使わないデッキでも、まあ、採用できたりがしたんで、まあ、懐かしの良いカードですね。まあ、今回のね、スペシャルゲストは、なんか全般的にいいんじゃないかな。なんか丸いというか、まあ、ただ邪悪な熱気とか、まあ、魂の管理とか、ちょっときついもんあるけど、まあ、生贄は嬉しいね。初の日本語化っていうので。あと、ま、有毒の蘇生も、多分ニューファインにしかないと思うから、まあ、それもいいし、あと、ま、滅びも、イラストかっこいいしっていう。うん。なんかその、最大風速みたいなのは出ないけど、全般的に良い、スペシャルゲストの内容でした。マジックでフリマなら、アルプラ、9月分クーポン配布中。
というわけでスペシャルゲストも非常に期待高まるこのダスクモン戦慄の方、今日もカード1枚ずつ見ていこうと思います。まずは白のカードから。で、白のカードまず1枚目が恒例の探求者3マナ33で生存を持ってて、第2メイン開始にこいつがタップ状態であって、恒例クリーチャーコントロールしてる場合ならばカード1枚引けると。で、恒例クリーチャーコントロールしていないならば白の11恒例クリーチャーが出てくると。あ、なるほどね。でももうデフォで3マナ33だからね、すごいよな。昨今のね、なんかこの白のクリーチャーのスタッツ、平然と3マナ33出てくるのやべえよな。3マナ33って、やっぱリミテのこと考えると、その、なんつうんだろうな、まあ、23で倒せなかったり、その21で倒せなかったりっていうので、そのタグがね、3っていうのはね、かなり重要なポイントなんだよね。で、これが平然と許されてるのは基本緑だけだったんだけど、なんか白もね、なんかアンコモンぐらいだったらもう雑につけちゃっていいかっていうので、なんか増えてきましたよね。で、まあ3万の33だから、まあ先手だったらね、これ生存達成かなり簡単なんじゃないかな。これ生存って、小粒のクリーチャーが持ってる時って先手後手で大きく価値変わるから、まあ、この3マナ33だとかさ、まあ、初日に出てきた1マナ21だとか、あの辺とかリミテのやり取りで先手か後手かでね、大きく強さ変わるよな。うん、だってこれ生存達成したら、ま、とりあえずトークン出るし、でもトークン1匹でもいる状態だったらもうトークン出ないけどワンドローできるわけでしょ。もうただただ強いな、これ。まあ、構築はさすがにま、ノーちゃんだと思うけど、まあ、構築、まあ、まあ、でもなんかこういうね、アドの塊みたいなやつね、下のフォーマットで強いみたいな展開よくあるんだよな。うん、なんかコントロールデッキの、なんかサブの勝ち手段みたいので、意外と3マナ33で、このクロックでアドバンテージ稼げるみたいなやつはね、あんまいないんで、なんか実は構築3ぐらいあるんじゃないかな。使われる可能性ありそう。で、リミテッドアーマーもうレア級だと思うから、4ぐらいあるんじゃないかな。めっちゃ強いと思った。で、次。で、次が導く精霊、6マナ45飛行平地サイクリング。なんかこれサイクルっぽいな。まあ基本土地タイプのサイクリングがあるっていうのは、なかなかありがたいですね。で、このセット内ではないと思うけど、まあ諜報ランドとかデュアルランドみたいな、なんか片方のタイプ持ってるカードを持ってこれるから、そうですね、スタンダードとかで、なんか意外とね、なんか、まあ単純にランド持ってくるだけだと価値ないけど、なんか墓地にこういうカードいっぱい置いて釣ってくるみたいな時の、なんかコンボカードとしては、あるのかもしれないな。で、リミテにおいても、これ6マナだけど、4号飛行だから、まあ、終盤トップ引きしたら普通に出てきて強いし、序盤だったらランドサイクリングそんな悪くないんで、なんかリミテもかなり強いんじゃないかな。てか多分このサイクル自体がリミテで結構脅威だと思うわ。うん、なんかリミテッド3点で、ま、構築は2点ぐらいじゃないかな。で、次。で、次のカードが次当てのおもちゃ。3マナ43二段攻撃とめちゃめちゃ強いね。で、その代わり手札から唱えてた場合はマイナー1カウンターが2個乗った状態出るんで、まあ、普通の運用すると3マナ21二段攻撃なんだよな。ただまあブリンクするか、まあ、墓地から釣ってくるかとかすれば4-3二段攻撃になるんで、まあ、4-3二段攻撃はだいぶ殺意高いから。で、今回この能力あるっていうことは、なんかブリンクするだとか墓地から釣ってくるみたいなのがリミテのアーキタイプであんのかな。なんか結構ね、変な能力だなと思った。わかんない、今カード全部見えてないけど、なんか青白とかそのであんのかな、ブリンク系能力。まあ、それがあったらちょっと化けるかもしれないけど、基本の運用としては3マナ21なんで、まあ、でも3マナ21はそんな悪くないか。まあ、ブロッカーに立たしても強いし、まあ、殴りに行っても、そうね、装備品1個とかで化け物に変わるんで強いのかもしれない。まあ、構築はさすがにノーちゃんの位置だけど、リミテッドはでもリミテッドも3ぐらいじゃないかな。なんかいくら強い組み合わせできようとも、別にチャンプブロックして時間稼いだりとかもまあできるから、そこまでの絶望ではないけど、まあ、クロックスピードエグいから、ちょっときついかもしれないね。で、次。で、次がカルワザのチアリーダーでございますね。なんかチアリーダーとね、ホラーの相性たるやだよね。で、チアリーダーってさ、まあ、洋画よく見てる人だったら、まあ、説明不要だと思うけど、まあ、学校カーストにおける、まあ、女性軍の最上位なんだよね。うん、なんか元帥みたいな感じですね。そう、学校における元帥的存在で、もう、先生より偉いです。校長よりも偉いかもしれない、チアリーダーは。だからそんなチアリーダーっていうさ、存在にやっぱコンプレックス持ってた、まあ、ギークたちがいっぱいいるわけじゃん。だそういう奴らがオタク映画っていうかホラー映画作った時に真っ先に恥ずかしめてやろうぜっていうので、ホラー映画の中にチアリーダーと、まあ、そのチアリーダーと付き合ってるアメフト部のボスみたいなやつを入れて、まずはそいつらを血祭りにかけて喜ぶっていう。なそっから俺始まった気がするんだよな。やっぱりね、ホラー映画作ってるやつも、そんなさ、だいたいオタクだからさ、なんかやたらとそのね、一軍なさ、男子や女子が出てくるっていうのはね、なんかそういうの見たいんだろうなっていう、その監督の気持ちがね、現れてる気がするよな。で、ちなみにそれめちゃくちゃ合ってると思うわ。だってやっぱ俺もさ、その、
3軍とか4軍なわけなんですよ。もう学校で行ったら。だからね、ホライが最初に見た時に、うわ、こういう奴らが死んだらいいのにな、死んだーってので大喜びしたから。だからこれはね、やっぱ切っては切り離せないですね。で、このカルワドのチアリーダーもさ、なんだろう、そのホラー展開になった時にさ、もうもうおしまいよっていうパニクるタイプもいれば、いや、私は切り抜けてみせるみたいな強いタイプもいるわけじゃん。だからこれ多分切り抜けれるタイプなのよ。で、そういうのが、なんかここでうまいことやった後、なんかこの化け物たちのボスみたいなのが後ろにあって、即殺されるみたいなのが、もう一番興奮するような。なんかまあ、怯えてるやつが死ぬのもいいけど、いや、絶対私いけるみたいなのが、なんかスンって死ぬの。もうたまらないので、まあ、カルバドのチアリーダーさん、まあ、生きれるかどうかわからないけど、まあ、でもなんか生きそうな顔してるけどな。なんかオタクに優しいチアリーダーだったらいいね。そこ大事だね。オタクに優しいチアリーダーは最後まで生きてほしいなと、個人的には思う。で、こいつ何なんだよ。2マナ2に生存で、第2メイン開始に、タップ状態だった場合は飛行カウンター乗っけると、強えな、これめちゃめちゃ。マジか。一回生存したらもう、突然こいつ、これは最後まで生存するわ、このタイプ。2マナ2に飛行が出来上がるわけでしょ。もう、ずっと。で、別に後半出てきてもまあ2マナ2だから、なかなかすごいですね。で、カルワドのチアリーダーってさ、なんか、さらっと出てきてるけどさ、チアリーダーって何例えばさ、ナヒリがさ、ダスコン行くとするじゃん。チアリーダーって何ちょっと待って、さ、これユニバースビヨンドとかじゃないのよ。チアリーダーって何さらっと出てきたけどさ、ユニバースビヨンドに毒されすぎだろ。いや、意味わかんないって何チアリーダーって。やば。いや、でもわかんない。別にストリックセイブンとかにもいるのか。いや、違うな。これだって普通に俺らが知ってる世界観のチアリーダーだもん。おうん。そうですね。なんかなんか普通に変だよな。まあ、構築1点、まあ、リミテッド3点ぐらいのチアリーダーでございますね。で、これチアリーダーと付き合ってるアメフト部のジョッシュみたいなのが多分出てくると思う。絶対これセットだから。なんか大体このセットがやりたいこと分かったし、このセットがやりたいことは、ナヒリも押していきたいと思う。大好きだから。で、次。で、次青のカードです。で、青のカード、まず1枚目、落雷への恐怖。5マナ27で、こいつがプレイに戦闘ダメージ与えるたびに、その点数分の、枚数のカード引くと。このタフネスが異常に高いのとかがなんか全然噛み合ってなくてすげえ怖いんだけど、何これ。2点、まあ、2点与えたら一応2枚引けるから、まあ、普通に5マナ27で地面固めてダメージ入ったらバックアドだから、まあ、結構いいんじゃないかな。で、青ってさ、なんかアンブロイさせるカードとかいろいろあるだろうから、まあ、一瞬だけでもアンブロイさせて叩き込めば強いんで、まあ、リミテもなんか結構強いんじゃないかな。まあ、27で、ちゃんと固まるからね、相手、地面は。リミテッド4点ぐらいあるんじゃない？で、構築はまあ、2点ぐらいかな。多分使わないカードだと思います。で、次。で、次のカードが、まあ、今回初登場のエンチャント部屋でございますね。まあ、エンチャント部屋の説明については、まあ、前回やったけど、まあ、片方のマナコストで唱えて、戦場で、まあ、もう片方唱えると、まあ、両方とも使えるようになるっていう、まあ、分割パーマネントでございますね。で、まあ、鏡の間の方が3マナで、このドアを開放したとき、開放したときっていうのはさ、これで唱えた時も解放に入るのかな？わかんないけど、まあ、解放した時にあなたがコントロールしているクリーチャー一体を対象として、他のクリーチャータイプに加えて反射であることを除き、それのトークンを生成すると。まあ、3マナで、まあ、トークンが、コピートークン生成。で、右側の砕けた世界が7マナでコントロールしているパーマネントの誘発能力が誘発するならば、その能力は追加でもう一回誘発すると。あ、なるほどね。え、これってさ、出た時も解放した時に当たるのかな？てか、じゃないと弱すぎるか？まあ、鏡の間を3マナで唱えたら、まあ、一応、解放になるのかな。で、まあ、砕けた世界から唱えると、鏡の間を解放した時に2回能力が起きるから、まあ、2個トークンが生まれるっていう、まあ、そういう感じなんですね。まあ、どうだろう。なんか、ちょっと、派手すぎて、タイマンのマジックだと持て余すな。なんか、ライフ40のフォーマットとかできたら、いいんじゃないかな。なんかその CC みたいなさ、なんかライフ40のフォーマットが、ライフ40のタイマンフォーマットができた時に、こういうカードがいろいろ化ける気がするな。なんかそのうちやってきそうな気がするな。どうだろう、このカード強いんかな。まあ今んとこ、もうコマンダー的な強さしか感じないので、まあ構築は2点ぐらいじゃないで、リミテッドはまあ、まあ左でまあ強いから、まあさすが神話であってので、ボムに入るんかな。まあでも4ぐらいじゃないかな。なんかオーバーキルなんだよな、リミテにしても。まあ、ちょうどいいぐらいの相手を殺すカードが欲しいわね。で、次。で、次、静かに隠れて、2マナエンチャントオーラで、オーラされてるクリーチャーをタップすると。で、オーラされてるクリーチャーは、コントローラーのアンタップステップにアンタップしないっていうので、まあその、なんか、化け物から隠れるという、まあそういうカードですね。
で、6万払うと演者のシルクリーチャーをオーナーのライブラリーに加えて切り直して、その後戦慄用事すると。ああ、なるほどね。まあ、だから6万で完全に戦場から排除することもできるし、その場合はなんかこっちに22が出てくるっていうので、うん、なんかこれめちゃくちゃ強いね。もうリミテッドで多分最強レベルの状況なんじゃないかな。なんか全色合わせてもこれより強い状況ってないんじゃないかぐらい強いと思うぞ、これ。そうだね。こんなあの強い状況、まあ、少なくとも青ってさ、状況苦手としてるカラーではあるから、かなり強いカードですね。で、このカードも、まあ、一応今回の、このダスクモンならではの、なんかイラスト違いバージョンがあるんだけど、イラスト違いのバージョンって、ちょっとイラストが違うだけなんだよ。だからなんかそれ見つけて怖えってなるんだけど、このカードの場合、もうしっかり怖えのよ、これ。何これ。むちゃくちゃ怖えよ、これ。ちゃんと怖かったからね。だからこいつから、まあ、隠れてるんだろうな。ちゃんとこの捕まってるあたりマジで怖いなと思った。まあで、構築リミテッド別の評価だけど、まあ構築もね、もしかしたらワンチャンあるかもしれないレベルだよね。青2マナで、まあタッパーだけど、まあ除去になるし、で、まあ終盤マナ振らしたらアドも稼げるしなんで、まあストーンとかだったら普通にありそうなレベルだな。なんか4点ぐらいあるんじゃない構築。で、リミテッドも同じく4点じゃない。まあ除去で言ったら最強レベルだと思う。で、次のカード。で、次のカード、ピラニアバイ。サイズ感が全然わかんないな。でかいのかちっこいのかどっちなんだろう。2マナ21で飛行か。まあ純粋な強いカードなのか。でも青で2マナ21飛行って別にないスタッツじゃないからな。まああの、リミテッド用に、まあ早いアグロ組むのに御用達みたいな、そんな感じなんだろうな。まあタップ状態出るっていうのがあるけど、まあ基本的に殴るためのクリーチャーだからタップ状態出てくれても構わないけど、まあ終盤チャンプブロックしたいなっていう時にできないのがちょっと難点だね。その2マナ21飛行って、まあ終盤その3-2とかがさ上から殴ってくる時のブロッカーとしても強いから、まあそういうのに使えないっていうので、まあそうね、リミテでもあんま使いやすい方ではないんじゃないかな。まあただ青いアグロ組む時には、使いたいですね。まあ、構築1点リミテ2点ぐらい。で、次のカード。で、次のカード、不本意な器。3マナ3-2で警戒持ってて違和感と。で、俺がコントロールしてるエンチャントが戦場出るたびか、もしくは部屋が解放されるたびに占有カウンターを1個乗っける。で、こいつが死亡した時に飛行を持つ青の XX スピリットトークン1体生成で、X はこれの上のカウンターの数に等しいと。まあ、3マナ3-2で、そうね、警戒で殴りながら、その間カウンター乗っていく分だけ、まあ、死んだ時に、出てくるトークン強くなるんで。で、別にエンチャント出るか、部屋解放でいいから、相当でかいトークン出るんじゃないかな。でも4-4とかになったらね、もうレア級のプレッシャーかけられるんで、なんかあまりにもでかくなったら、なんか殴ってきてもブロックしたら、損するし、で、警戒持ってるからブロックに回られても困るっていうので、殴れなくなるっていうので、なんかそのタップ除去だとか、その追放除去だとかない時に、こいつがいるせいでなんかどうにもならないみたいな、まあそういう展開作れるんじゃないかな。なんか個室なんか元ネタありそうだな。なんかすごい独特な髪型してるんだけど、なんか襟足長いし、なんかリーゼントだしみたいので、なんか元ネタありそうだけど、ちょっと知らねえな。で、次のカード。で、次のカード、孤立への恐怖。2マナ2-3で追加コストでパーマネント1個手札に戻すと。で、飛行を持ってる。まあ普通に唱えると、2マナ2-3でさ、パーマネント戻さなきゃいけないから、さらちの戦場だったら土地戻すってので、すげえテンポ損になるけど、なんか戻すことでアドバンテージ得られるカードっていくらでもあるから、なんかそういう時にね、なんならこれ強いカードに化けるんだよな。しかも追加コストだから、戻したい時絶対戻せるんだよね。うん。なんかね、これ、変なデッキで強い可能性はあると思う。なんか戻して無駄がないカードを、なんか戻して運用するアグロとかだと微妙だけど、なんかね、変なコンボとかに使えそうな気すんだよな。まあ、あとはまあ、でも青だもんな。構築、まあ、ちょっと期待しての3じゃない。で、リミテッドは、リミテッド2-3だからね。まあ、どうだろうな。リミテもそこまでじゃない。3ぐらいじゃない。構築、リミテッドどっちも3ぐらいだと思いました。で、続いて黒のカードの紹介。で、黒のカードはね、今日1枚だけで、古文のカードで惨劇の時の強信者、4マナ2-2で戦場出た時に各プレイヤーはそれぞれハンドすると。で、これによりあなたがカードを捨てた場合はカードを引くっていうので、なんかまあ、みんなでディスカードなんだけど、俺はなんか1枚そう、返してくれるんで、そうだね。まあ、損ないし、うん。てかなんなら落としたいカード墓地落とせるから、まあ、デッキ次第では紅葉達成とかにもなるんで、まあ、紅葉デッキで使いやすいんじゃないかな。まあ、ただ捨ててないとドローできないから、ハンドゼロの状態出してワンドローみたいな、まあそういうインチキはできないようにはなってますと。まあ紅葉系デッキで使えますね。そう、土地とかはね、基本的にこういうので捨てない限り落ちないから。で、次。
で、次は赤のカードの紹介です。で、赤のカード1枚目、アンコモンのカードで豪華の幻影、4マナ23で違和感、エンチャント出るか、ドア解放のたんびにプラ2プラ0。で、死亡時にエニーターゲットにパワー分のダメージめっちゃ強いな。だからこいつは普通に違和感1個達成でもさ、4、3で殴れるわけじゃん。で、4、3で前打ちとか取ったら、そうだね、本体4点だとか戦場に4点とかいくから、エニーターゲットっていうのはかなり強いな。で、しかもこの誘発もさ、2回とかやったらさ、6とかになるわけじゃん。単1制限とかもないから、豪華の幻影、なかなか豪華な誘発能力持ってますね。構築、まあ、4までだからさすがに構築はもうノーちゃんの2だけど、まあ、リミテッドは、まあ、でもまあ3点ぐらいかな。まあ、別にまあ、エニーターゲットはきつい。エニーターゲットはガチできついね。いや、でもエニーターゲットだから4点ぐらいあるか。だって戦場のクリーチャー焼かれるもんな。なんかこういうさ、触るな系のやつ多いね。なんか、触ったらお前損するぞみたいなのが、なんか多い気がする、ダスクも。で、次。で、次が機械仕掛けの打楽器奏者。1マナ11速攻で、死亡時にライブラリの上にあるカード1枚追放して次の弾に使えると。あー、これいいな。1マナ11速攻って、まあ、先手取った時とかにさ、まあ、有無を言わさず1点叩き込めて、で、その後もさ、何点か入ったりするから、だから初手にあるとすごい強いんだけど、その終盤引いても全く役に立たない。カードなんだけどさ、これ死んだらライブラリートップ次の弾で使えるから、だから脳死アタックして、なんかその疑似的なルーティングみたいなの変えられるんで、リミテでも、なんかアグロ組むときになんか脳死採用していいんじゃないかな。今までのこの1マナ11速攻系って本当に終盤いらねえなってのが目立ったけど、なんかこれだったらね、別にまあ、ブロックするんだったらしてくれてもいいし、なんか引かれたくなかったら1点叩き込むぞっていう運用できてリミテで強そうだなと思った。てかなんなら構築でも、まあ、パワー1だからさすがに無理か。まあ、構築、まあ、スタンダードでかけら、ちょっとあるかもっていうので、まあ、1ぐらい。で、2ぐらい。で、リミテッドが、ま、3点ぐらいあるんじゃないかな。すげえ強いコモンだと思う。で、次。で、次が裏の裏まで。1マナインスタントで、クリーチャーにプラ3プラ0修正。で、そのクリーチャー死亡した場合は戦慄用事なんで、前打ちしつつ、こっちにクロックが残るっていう、まあ、そういう風に使えるかな。まあ、タフネス上がらないから、基本的に先制攻撃とか持ってない限りは、絶対に相打ちとかになっちゃうんで、まあ、それやっても、戦慄用事で後稼げるから、死亡時にさ、ダメージ飛ばせる、あれなんだっけ、勇士持ってるさ、ハツカネズミだとか、ファイレクシアにあったさ、1マナ11の、なんか、悪鬼だとか、ああいうのにターゲット打って使うと、全然これ構築やれるんじゃないかな。てこれ、なんか、かなり構築強いんじゃないかな。そういうヒロイック系なさ、デッキで、パイオニアとかまでもしかしたらあると思うから、構築、なんか、4点ぐらい、あるんじゃない？少なくともスタンダードはもう使うだろ、これ。めっちゃ強いと思う。で、まあ、リミテッドは、なんか逆にやっぱバッドリってさ、使いづらいから、相手のそのアクションに依存しちゃうから、リミテはやっぱまあ、でもまあ強いかな、まあ3ぐらいあるんじゃないかな。構築はなんかもう4以上あると思う。で、次。で、次が緑のカードの紹介です。で、緑のカード、まず1枚目、よだれ垂らしの枝つぶし。このイラストレーターさんね、本当に怖いね。俺もうこの質感ね、マジで怖いんだよな。もう、あったら絶対サインしてもらおう。6万76トランプルで森サイクリング。まあ、さっきのサイクルだな。まあ、白が飛行だったから、まあ、緑はトランプルと。で、76トランプルなんで、かなり強いね。76トランプルは、もうガンガン打点抜けてくから、てか、6マナ66の戦慄大口でさえも、基本的に未だにね、リミテッドだったらまあまあ強いから、76トランプルで森サイクリングっていうので、まあ無駄なく運用できる、まあフィニッシャーっていう。まあリミテでなんか終盤のマナ域で強いカード引けない時とかには、ご用達なカードですね。まあ構築、まあさっきのと同じで、そのサイクリングに価値があったら、まあ使えるっていうので、まあ構築3点、リミテッド3点ぐらいかな。で、次のカード。で、次のカード、欲深い長首。怖これ。3マナ42到達、死亡時に2点ライフ得ると。なんか、どう考えても原因できなそうだけどな。こいつがさ、最後死ぬ時にさ、ありがとうって言ってさ、回復させてくれるでしょ。アリーナで言うキランみたいな。なんか意外といいやつなのかもしんねえな。まあ、到達で42だから、まあそうね、上のかなりでかいやつまで落とせるんで、結構相手が勢いを追うと強いフィニッシャーとかフライヤー出してきても、まあ、こいつが睨みを効かせれば殴りづらいという。で、あとまあ一応エンチャントだから、まあその違和感の誘発とかもできるのか。なんか今回こういうなんか幽霊だとかさ、ホラーの対象がエンチャントなんかな。なんか今更だけど、そういう意味なんかな。まあ構築1点、リミテッド2点ぐらいじゃないかな。で、次のカード。
で、次のカード、神話レアのカード、猛打者タイバーでございますね。まあ、多分このバットは、まあ、言わずもがなの、ウォーキングデッドのニーガンのバットなんじゃないかな。まあ、釘バットにはなってるけど、やっぱりね、あの、ニーガンがね、キャラクター強烈すぎて、あれ以降、バットが出てきたら、うわ、ニーガンのオマージュだ、みたいなので、もう、単純にバット好きだった人も、バット出せなくなったもんな。金属バット以外のバットはね、もう全部、そのなんか、はいはい、ニーガンのオマージュみたいになっちゃうから、まあでも多分まあそうだと思うけどね。というわけでなんか今回ね、バット持ってるタイバーっていう。てか、バットって何？あのさ、さらっとやってるけどさ、バットとかチアリーダーって何？あの、マジック・ザ・ギャザリングにおいてさ、そんなもんなかったやん。うん。俺は大好きだよ。俺は大好きだけど、なんかあの、さらっとね、我々の世界にユニバースしてんの、ちょっとおもろいな。で、このカード3-33で、俺がコントロールしてるアンタップ状態のクリーチャーをタップすることで、こいつ破壊不能を得られると。ああ、まあ、しかもこれあの、マナもかかんなければ、まあ、出た瞬間から使えるんで、そうですね。まあ、普通にクリーチャー展開しながら出したら、いつでも破壊不能付与できると。で、5マナ起動で全体 X 修正。で、X は俺がコントロールしてるパワーの最大なんで、まあ、最悪でも、プラス3修正はつくのか。ああ。いや、なんかこれ強いんじゃない普通に。なんか、コマンダーとかでもさ、ジェネラルとして、結構やるんじゃないか。全体バカデカ修正、簡単に与えられそうだし、そうだね。で、ジェネラルで、まあ、自身に破壊不能をデフォでいつでも付与できるっていう、ちょっと面白系なカードだな。構築はどうなんだろうな。やっぱ構築はこの5マナ起動で、これ全体修正っていうのが、やっぱりあの、どんなカードであれ、トレンドと合わないよな。やっぱりマジック・ド・ギャザリング、除去が強いから、この横に並べるっていう概念自体が、基本的にね、良くないんで、そうだね。で、それにマナかかるわけじゃん。で、マナかかるっていうその、あの、隙もあるから、そこのタイミングで相手がさ、なんかいろいろやってくる可能性もあるから、なんかアンセムみたいなね、全体強化の方は、まだもしかしたらあるかもしれないけど、やっぱ起動能力で全体修正は、まあ、怠慢だと厳しいんじゃないかな。まあ、で、リミテッドアーも普通に行かれてますね。普通に行かれてますね。そう、三破壊不能が、いつでもブロックとかアタック来るわけでしょ。もう死を覚悟せざるを得ないような、こんなもの。これはマジでリミテでは、ただ強いカードですね。まあでもなんか、まあこの世の終わりみたいな、まあこの世の終わりだな、これあいつ。こいつ武器持ったらもう結構厳しいから。まあでもその、5点みたいな感じじゃないんだろうな。リミテッド 4.5 点ぐらいじゃないかな。で、まあ構築が3点ぐらいじゃない。あんま強いとは思わなかった。で、次がマルチのカードで、不死の失踪者、2マナ22トランプル速攻、強いな。で、このターンにゾンビ以外のクリーチャー死亡した場合は、こいつを墓地から唱えられて、で、プライチカウンターが1個乗った状態で戦場出ると。まあ、2マナ22速攻トランプル、まあまあ強いし、墓地から帰ってこれんのか。ただ、ゾンビ以外のクリーチャー死亡っていうので、なんか誘発ちょっとむずい気がするけど、まあでも2マナでまたね、3-3トランプル速攻へ殴りかかってくるわけだから、ただ、クリーチャー死亡って基本的にその戦闘後だからね、なんかその速攻トランプルがうまいこと扱えないなっていうのが気になるかな。これ俺のクリーチャーじゃなきゃいけないの？このターンにゾンビないクリーチャー。あ、違うわ。あ、じゃあ対戦相手のクリーチャーさ、除去ってこれ出てくるわけじゃん。強っ。マジか。そうだね。だから相手のクリーチャープッシュして、で、条件達成で帰ってくるみたいなのできるから。まあ、なんか俺こういうね、テクニカルなアグロ好きなんだけどね、最近のトレンドじゃないっていうので、微妙なんかな。まあ、構築4点ぐらい上げたいね。普通に強くあってほしいけど、多分強くないと思う。俺の希望は強くあってほしい。だって、プッシュでクリーチャー殺して帰ってくんだよ。超強そうじゃん。多分強くないんだと思う。んで、まあ、リミテッドはなんか意外と、まあ、でもずっと帰ってきそうだな。まあ、でも4点ぐらいかな。なんかゲームエンド級ではないと思う。ダスクモン戦慄の方、どこよりも早く予約受付中。シングルスター。まあ、というわけで以上今日のカード紹介でした。いかがだったでしょうか。まあ、今日はさすがにね、まあ、開幕のこの食肉怪奇虐殺事件2がね、インパクトでかすぎて、なんかまあ、これに匹敵するようなやばいのは、まあ、見れなかったかな。そうだね。なんか、全部おとなしめな感じだったかな。チアリーダーとバットだけが異常に頭に残ってるのは、何バット、チアリーダーって言ってるので。まあ、でもね、このダスコの戦慄な方の世界観、俺かなり好きなんで、そうですね。なんかいつも通りカード語ってるけど、今はなんか多分ね、俺令和に入って最大のなんか期待セットなんじゃないかな。やっぱり別にホラー映画は見ないけど、その洋物のものは好きなんだよね。アメリカのものは好きだから、なんかこの平然とそのアメリカのカルチャーみたいなのが踏襲されてんのとか、やっぱ好きなんで、なんかこれから出てくるカードとかにも、まあ、元ネタがいっぱいあるだろうし、まあ、今日紹介したカードの中にも、まあ、俺が全然
保管できてないだけで、なんか語れるような要素もあったと思うから、まあ、なんか思いついたことがあったらね、ぜひコメントいただけると、まあ、コメント読んでる人たちのね、勉強にもなるし、まあ、俺の知見にもつながるんで、よかったらコメントをよろしくお願いします。というわけで今日の動画は以上になります。一応ね、9月13日まで、まあ、このプレビュー期間で続々とね、新しいカード出てくるんで、まあ、その間はどんどん動画上げていきますんで、よければチェックよろしくお願いします。では皆さん、また明日のカード紹介でお会いしましょう。さよなら。YouTube メンバーシップのお知らせ。現在開封大好きヨシヒロのチャンネルでは月額490円で限定動画にアクセス可能。旅ロケの映像からマニアックな開封動画まで幅広い動画をお届け。ぜひこの機会にチェックしてみてね。